バフェティンビフレニュースゴミスは、フランスラセーヌ・シュルメール出身のサッカー選手。ポジションは FW。セネガル出身の両親を持つ。快速が武器で、また、ドログバ二世と呼ばれることもある。2007から08シーズンのリーグアンで、得点ランキング3位体の16ゴールを挙げて、注目された。2008年12月21日、バカンスに向かう。 途中のリヨンサンテグジュペリ国際空港で総額1万ユーロ相当の所持品とパスポートなどの置き引きの被害にあった。2008から09シーズンは9得点したが、初得点が第8節と遅く、ウィンターブレイクまでに4得点しか決められず期待を裏切った。最終節のバランシエンヌ FC 戦では2得点し、17位での残留に貢献した。2009年7月、 移籍金銭3 0 0万ユーロでオリンピックリオンへ移籍した。2014年6月27日、スウォンジーシティ AFCA4 年契約で移籍。2015から16シーズンには開幕戦のチェルシー戦から第4節のマンチェスターユナイテッド戦まで4試合連続ゴールを記録するなど好調を維持していたが、二千十六年一月にフランチェスコ・グイドリンが監督に就任すると、 出場機会が減少した。2016年7月29日、オリンピックマルセーユへレンタル移籍。8月26日のロリアン戦でゴールを決めるとそれを皮切りに得点を量産し、2017年1月27日のモンペリエ戦ではハットトリックを記録。最終的にはキャリアハイとなる20得点を挙げた。2017年6月29日、 ガラタサライ SK へ3年契約で完全移籍を果たした。2018年8月23日、あるヒラルへ2年契約で完全移籍。代表未経験ながら、ユーロ2008に向けた代表候補メンバー30人に選出され、2008年5月27日に行われたエクアドルとの強化試合で、フランス代表デビューを飾り、2得点を挙げた。翌日、 ユーロ2008の本戦出場選手23人に選出された。第一戦のルーマニア戦ではニコラアネルカに代わって72分から途中出場。オランダ戦ではフローラン・マルダに代わって途中出場した。ありがとうございます。